皆さんこんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。今日のテーマは「暇な時間」についてです。皆さんは暇な時間何をして過ごしますか私はなるべく 暇な時間ができると何か他のことを入れてその暇な時間をなくすようにしています、まあ、そういうふうに聞くとなんか忙しい人生だなとか思う人もいるかもしれませんですが暇な時間ができてしまうとう考えなくていいことを 考えてしまういます普段なら気にしないようなことが気になってしまってあまりいい方向にはいかないんですねこう余計なことを考えて余計なことで悩んでしまって気持ちが落ち込むこともありますもちろん何も考えずに ぼーっとすする時間は大事ですですが私の性格上何もしていない時間ができるとその時間どうでもいいことを考えて気分が下がってしまうことがよくありますなのでそういう時間ができると私は掃除をしたり家事をしたり まあ余計なことを考えなくていいようにしています。一番いいのはやっぱり掃除ですね。掃除だと何も考えずにできるので、まあ、とてもいいかなと思います。それに掃除をした後は気持ちもすっきりしますね。あとは、まあ、エクササイズをするとか、 他は YouTube を使って英語の勉強をするなどしていますそういうことをしていると本当に無駄な考えまあ雑念って言ったりするんですけれども雑念が消えていくのでまあこれはいい方法かなと思っています私もついさっきちょっと無駄なことをいろいろ考えてしまったので まあこうしてポッドキャスのをとは英語の勉強をしようかなと思いますみなさんは暇な時間どのようにして過ごしますかそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います If you want to help us continue to create podcasts like this Please consider making a small monthly contribution at sakratips.com. You can get Japanese chat twice a month. Check the description box.